はい、皆さんおはようございます、9月12日金曜日の朝の放送、堀優子がお送りします。よろしくお願いいたします。昨日ですね、私の方の新しいサロン、風のサロンがオープンしまして、一応なんていうのかな、オープンイベントという一つの区切りっていうかね、お祝いをしたいなと思って、昨日はサロンの方にですね、何人ぐらいかな、大体20人前後の方が来てくださったんですけれども、本当にね、美味しいものが食べたいという、ことで、佐藤さんというお友達のシェフがいて、でこの方はとてもお坊様のような、ね、シェフなんですね。頭もそうなんですけれども、本当に愛がいっぱいあって、いろいろな意味でね、思いやりがたくさんある方なんですね。で、思うのは、これからの時代ってやっぱり、なんていうのかな、そこにある木っていうかね、エネルギーが高い方が関わっている食事っていうのはね、やっぱりね、違うなと思ったんですね。昨日の食事はですね、前菜のスープが私のリクエストで、ムール貝のクラムチャウダー、カレー風味っていう感じでですね、美味しいスープが食べたかったので、そのシェフ のスープって本当食べたかったんですよ。もしかしたらそれが私が作り上げた現実として、来ていただくためにはたくさんの人がね、来てくださって嬉しい。あ、ハニエルさんになってるよ、ティディさん。すいません、字幕変えてください。私はハニエルちゃんじゃないです、ゆっこさんです。はい、字幕ね、違ってますね。ありがとうございます。でね、来て食べていただきました。でね、ともこさん、ジャムありがとうございます。実はね、そのシェフにもね、ともこさんのジャム食べていただきました。そしたらね、本当に美味しい、その甘さの加減とかね、すべてが本当に美味しい。ブルーベリーもとても美味しいということでね、気に入っていただけましたよ。本当にごちそうさまでした。なんかね、プライベートの話しちゃいましたけどね。で、その後には、ダッチオーブンっていうのかな、こんなでかいダッチオーブンを3つ持ってきてくださって、庭にですね、火を起こしまして、炭火を起こして、そのダッチオーブンの中に、皮のままの玉ねぎとか、皮のままの、このぐらいのちっちゃいニンニクだったんですけど、ニンニクとか、もうそのままの人参、皮のままのじゃがいも、そこに、お手製の生ソーセージを上に乗せて、オーブンでね、じっくり焼いたお野菜がメインで出たんですね。で、それに、オリーブオイルをかけて、お塩をかけていただいたんですけれども、本当にね、なんていうのかな、野菜そのまんま。で、玉ねぎも本当に火がよく通っているし、ニンニクはね、とろとろ。野菜がね、こんなに美味しいんだなっていう、大地の恵みをね、本当にダイレクトな、蒸し焼きのような状態でいただいたのって初めてだったんですよ。で、カレーの材料にしたら本当に2、3人前できそうなほどの野菜なんですけれども、もう皆さんね、残す方、一人もいらっしゃらないで、玉ねぎ、このぐらいですよ、玉ねぎの、本当普通サイズの玉ねぎ。そして人参、じゃがいも、ニンニク、全部美味しいスープを食べた後に、ペロって皆さん召し上がってくださいました。で、ソーセージもね、本当に彼自身は佐藤シェフが自分で作りになった、生ソーセージなんですね。なんかね、やっぱり私はね、美味しいものを食べていることで、ここの地球にね、グランディングできてるなぁなんてね、つくづく思ったことと、それとやはりたくさんの方がね、お祝いに来てくださって、一緒に美味しいご飯をね、一緒に食べられる幸せを満喫させていただいたんですね。で、その後に男性陣ね、なかなかカヌーに乗りまして、前にティディさんが乗ったね。で、二人ずつに乗ったんですが、この間テレビにも出演させていただいた今泉くんとそのシェフがまず最初に乗ってたんですよ。そしたら、
なんかそのシェフが海の中に入りたいと思ったらしくて、ちょっぽーんって落ちたらしいんです。それにちょっとあの距離があってね、慌てちゃった今泉くんがちょっとバランスを失って、カヌーが横転して、2人のね、iPhone が水没するというね、アクシデントがあったりとかですね。で、その後にあのうちの主人と、あの普段は白装束で宮司さんされている方なんですけれども、その日は本当にギャルソンになってですね、皆さんにあのお食事 の, あの提供と彼が入れた本当に美味しいコーヒーをね、こうやって出してくださったりとかですね、もう本当あの十分私の美味しいものが食べたいっていうね、とってもある意味エゴちゃんなんだけど、でもその私服をですね、十分に味わったオープンイベントとなりました。で、また、あの、その、ギャルソン君を務めてくれたね、あの、和樹君っていう方は、木曜日がお休みなので、また、あの、どこかでね、そんな、あの、佐藤シェフが作った、またね、アプリコットのタルトがね、もう、美味しくて、美味しいコーヒーとアプリあのタルトを食べるね、お茶会なんかも企画していきたいなーなんて今思ってますけれども、あの外で食事するって美味しいですね。で、昔あのうちの自宅の方に引っ越した時に庭先で、観山寺温泉の花火大会の日にね、ボサノバのパーティーをしたことがあるんですよ。で、結構椅子、ガーデンチェアみたいなのがたくさん用意してあったので、あ、またこのチェアがね、生かされる時が来たなぁなんて思いながら、いっぱい庭中に並べてですね、みんなでお外で食事したんですけれども、日中になるとね、やっぱりちょっと暑いっていうのありますけど、でも、やっぱり暑くてもその、美味しさにはかなわないなっていうのを実感しましたね。あの、日差しは暑いんだけれども、その、あまりに美味しい、クラムチャウダー、あまりに美味しい、ダッチオーブンでの野菜っていうのがあると、ハフハフ熱い熱い言いながらですね、皆さん一生懸命食べてらっしゃいますよね。本当にあんな素材がね、美味しく食べられるっていうのはね、なかなかなかったですね。ということで、あの風のサロンオープンしたいわけなんですけれども、ただですね、気がついてきたこともあるんですね。この間金曜日はあの市議先生とね、一緒にあの放送出させていただいたんですけれども、で土日とプレオープンしたんですね。そしたらですね、実はプレオープンの日っていうのは、あの皆さんに声をかけてあったにもかかわらず、あのお一人ずつしかいらっしゃらなかったんですよ。で、その方もあの私のと、あのもう本当にお友達のようなね、あの交際をさせていただいている方だったんですけれども、で、2人であのリビングにあるね、まったりチェアのところにね、まったりクッションがあるんですね。そこで2人でゴロゴロしながら過ごしていた。で、分かってきたのは、あ、私はあの本当に自分自身がね、ここを遊び場としてね、あの一緒にまったりしたいんだなってすごく感じたわけなんですよ。で、どんなまったりチェアかっていうとね、本当にね、あの根っこが生えちゃうようなまったりチェアで、ちょっとだけ移動しますね、まったりチェアの方に見えるかな、こんなまったりチェアなんですね。見えないかな、ちょっと待ってね、こういう感じですから、ここに座るとボヨンって足はね、こんな感じになってます。某あのニトリさんですね、で買ったチェアなんですけど、本当に座り心地が良くて、あの気持ちがいいソファーっていうのかな、椅子になるんですね。で、このまったりチェアであのゆっくりと海を見ながらですね、
ちょっと今日昨日の影響で、あの、なんていうのかな、日差しよけがちょっと垂れてますけど、でこんな感じで。見えるかしら。今日はボートが出てますけど、皆さんにお過ごしいただく、そんなあのサロンになりました。で、そのサロンでのオーナーとしてのなんか世話を焼くということではなくて、私自身がなんかのんびりのんびりと過ごしたいなっていうのがはっきりしたわけですね。で、本当に私はどうしたいんだろうかっていうものをずっと眺めていったときに、私はここに流れるその自由で、本当に時間というものがどこかに行ってしまうようなこの空間を私自身がまず味わっていきたいんだなっていうのを実感したんですね。で、そしてこの私が実感することによって体現できる世界っていうものを皆さんと一緒にシェアして共有していきたいなと思ってます。本当今の季節ね、いいですよ。やっとね、ホームページの方もできましたので、ちょっと待ってね、今から、ちょっとホームページアドレス書きますね。いけるかな、 http://www.dapcoroni/.com。 これが、多分これで合ってると思うんですが、風の 333.com、これが私の方のホームページアドレスができました。で、これもあのこういう作業全然できないんだけれども、お友達のね、深田さんっていう方がいらっしゃって、こういうのが大好き、作るの大好きっていう方がね、協力してくださったおかげで、ホームページができたんですね。はい。それとですね、やっぱりホームページを作っている時に、以前の私のコンセプトとやっぱり随分変わってきてるなっていうところがあって、自分で書き込んでる中で、あ、私はこういったものを目的としたセッションがしたいっていうのを趣旨が書いてったわけです。で、その前々日ぐらいに実は個人セッションが1件入ってたんですけれども、それは当事者の問題ではなくて、あのどちらかというと鑑定士として家族の、あの未来はどうですかという、そういう問い合わせの、セッションだったもんですから、そのホームページが仕上がった時にですね、あ、これは私のやる仕事じゃないなと思って、丁重に、ね、お断りさせていただきました。やっぱり自分が何をやりたいかってことが分かってきた時に、自分がやりたくないものっていうのはあのそぎ取っていく、ワクワクしないことはそぎ取っていくってことは本当に重要だなって思えるようになったんですね。ですから、あの息子さんのことで心配だっていうことでのご相談だったし、その方はあの時々あの私の方のそういったセッションというか鑑定を受けられる方だったんですけれども、このあの風のサロンのねオープンと同時に、もうそういったことは他の方がやられる方いくらでもいらっしゃるのでね、私は私としてあのどうありたいのか、私のワクワクをなんていうの、現実実現、ワクワクするために、本当に私自身が望むこと望まないことをちゃんとね、自分の責任の中でより分けていきたいなっていうふうに思ったわけなんです。そうするとやっぱり、何がしたいって言ったら、このね、今日朝のスピリチュアルテレビのティディさんのね、あの昨夜の番組ね、自分を愛すると世界が平和になるって書いてあるんだけど、私が伝えていきたいし体現したいと思ってることそのままなんですね、これが。本当にあの表面的なね、何か幸せっぽい人生ではなくて、自分を愛することによって
その状況移管っていうのはね、状況はいろいろあると思うんですよ。でも本当に私というものがね、中心になっている宇宙の世界っていうのが平和になるというね、前に自分の誕生日の時に終戦記念日、自分との終戦記念日ということでお話しさせていただいたんだけれども、そこが私がワクワクすると。だからみんなが本当に自分自身に戻っていく場所の提供をして、そして本当に自分自身とつながること、表面的なことを右往左往が、例えば今こんな問題があるからこの問題どう片付けたらいいでしょうかとか、そういうことはね、もう私の中であんまり興味がないですね。それよりもセッションを通して、どんな今目の前の問題があったとしても、自分の中心に戻って、そして本来の自分の在り方にを思い出す、思い出せばいいんですよ。私は何をしたくて、したかったのか、そして自分自身のハートに耳を澄ませる。そうした時にね、不思議なんだけれども、目の前でどんな問題が、いろんな問題があったとしても、それらの問題が、そこの場所に自分自身が、なんていうの、自分自身の身を置いた時にね、いろんな問題はどうでもよくなるんですよ。この私がいるっていう、ここに私がね、体現者としているっていうことでね、十分な状態になるんですね。そしてその次は多分この私の消滅っていうところに向かったらいいと思うんだけれども、でもとりあえずはね、誰にでもできるここの私がこの世界の主人公であり中心である。そして私が自身のありようによってはどうにでも、外側の世界っていうのはね、大した問題ではなくて、本当にこの私が私を実感して生きていくことの素晴らしさ、素晴らしさというかね、今ここでの私っていうものをね、ちゃんと愛して、尊重して、信頼していけたら、もう何もないよって。そのための、なんて言うんだろう、軸作りかな。そんな感じが私のやっていきたい、ここでのセッションになるし、私が体現したいことだなと思うんですね。皆さんおはようございます。桃色サンゴさんおはようございます。鈴さんおはようございます。金谷愛子さんおはようございます。シャスタさんおはようございます。プリンさんおはようございます。リアンさんおはようございます。サトラさんおはようございます。トラネコさんおはようございます。マロンさんおはようございます。ミホさんおはようございます。ミチさんおはようございます。オカリンさんおはようございます。高橋智子さんおはようございます。ララチパさんおはようございます。まさきさん、倉田まさきさんおはようございます。みゆさんおはようございます。あおさんおはようございます。ともさんおはようございます。ラナイロピピさんおはようございます。ひらひらさんおはようございます。宮田さんおはようございます。リアンさんおはようございます。 ありがとうございます。だからね、それぞれこれからセラピストさんやそういう仕事をしてる方も、その人独自のね、路線に行くんじゃないかなと思うんですね。同じようであっても違うかもしれないし、で、それぞれがそれぞれの多分幸せのあり方っていうのはね、それこそ自分が持っているソマチット情報の中での選択っていうのは違うかもしれないです。でもそれぞれがそれぞれの、なんていうのかな、自分がの感覚を信じてね、いろんな、これが私の中と共感できるなっていうところで、セッション受けたりとかね、出会われたりとか、ワークショップ受けたりとかされていったらいいんじゃないかななんて思いますね。ますます皆さんの個性が輝く時代になっているので、そういった、
どれも同じのようで、でもどっかで違っているものがね、ある時代になるんじゃないかななんて思うんですよ。ちょっとね、こんな感じでぐたって座ってますからね、本当に。今ですね、こういう状態になるわけです。もうね、こんな感じで、これね、ニトリで売ってるんですけれども、この椅子。お家の中に置くには、どうなのかなっていう、なかなか根が生えて、ここから出られなくなるっていうね、とってもね、気持ちのいいクッションですね。うん。で、ぜひ、サロンにいらっしゃってですね、この心地よさを味わっていただけたらな、なんて思っております。また、ティディさんの、本当にね、ティディさん、この椅子ね、とっても気持ちがいいから、また、移動の途中か何かにサロンにお寄りになってください。とても、リラックスした時間が過ごせると思うし、ここのサロン、あえて音楽はね、お、すごいすごい、スピティビとうとう先進世界ランキング2位になってしまってて、オカリンさん出してくださいました。ありがとうございます。皆さん、ぜひ、画面下のですね、青い白抜きの字のところのね、スピリチュアルってとこポチッとしといてくださいね。本当に、なんていうのかな。私は多分30代の時に、こんな人生になるなんてとても思えなかったですよね。葛藤がものすごくて、自分いじめが好きで、真っ黒なお洋服を着てた時代があります。黒のお洋服がいいとか悪いとかいうわけじゃなくて、自分自身を押し殺している私にとっては色だったんじゃないかなって思うんですよ。カノンさん、おはようございます。晴天の東京です。サロンオープンおめでとうございます。朝ごはん食べながら見ています。ありがとうございます。じゃあちょっと向こうに戻りますね。よいしょ。結構起きるみたい。昨日ですね、よいしょ、ちょっと台所方向はあれなんですが、ちょっと歩いて戻ります。はい。で、今日面白かったのは、昨日スピ TV 見てるティリーさんの番組見ようかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり疲れちゃったなって、早く寝ようっていうことで寝てしまって、朝ちょっと見てたんですね。そうしましたら、井上ハンツ浪士様のね、お話が出てて、部屋から、自宅の方の部屋から来るときに、今日は、その番組の様子が全然分かんなかったんですけれども、なんとですね、こういうふうにですね、鶴さんのね、こういう講話の小冊子と、言に入りって言って、こういう本が出てるんです。井上勘道浪士の方のね、掛川の浪士様の方の本を何気に本箱からピュッて取り出して、リリさんの放送の内容全然知らなかったんだけども、ピュッて取り出して持ってきた「言に入り」っていう、なんかね、タイトル面白いですよね。これはね、現状公案に対しての、もうちょっと分かりやすい本です。で、この本はね、多分勘道浪士様のお寺の方に言っても分けていただける、分けるっていうか、これ2000円ぐらいしたのかな、と思いますので、よかったらありますかってお問い合わせされたらいいかとも思うんですけれども、今日はこの中から読んでみたいなって思ってた。先週はね、ソマチットという本当に超科学的な世界の、ルーシーというね、映画に絡んでお話しさせていただいたんだけど、今日は、また原点の道元さんのところのね、お話がしたいと思って、持ってまいりました。で、まあ、途中からいろいろ読むってことは、本当は情報としてはね、すべてを正しく受け取るということではなくなるかもしれないんですが、放送の時間があるのでね、ちょっと抜粋して少し読んでいきます。ただ私ね、こういう本って漢字が難しくて時々読めなくなるんですね。
その時はごめんなさいって感じでよろしくお願いします。あの現状考案をあの書いてるんですが、非常に分かりやすいっていうか、あの口語体の中で、感動さんが、ね、書いてらっしゃいますので、あのいいかなと思ったんです。悟っているか迷っているか、そんなこと聞く方がおかしい。パン、こんなに確かなんだから、それが自分のことか他人のことかって問う方がおかしい。他人のことなんかでは絶対ありっこない。パンっていうのはこれですね。パンなのにこういうもの、こういうのでも、どうしても自分のこととは思えなくなってしまう。それはこれ、自我が死にきらないからでしょ。自我で眺めているから、自分というものを立てた時から自我を通して物を見るようになってしまったから、聞くようになってしまったから、だから向こうへ向こうへ、自分の外へ外へと自分とは別なものとして受け取るようになってしまったからでしょ。そういう間は仏法とは言わないんです。これに対してそのこと、自他の隔てが取れることが完成された人たちが実際にそのことにあって、そのことをずっと体の上で伝えてきたから、だから今日でもそのことが聞ける。そのことにお目にかかれるのです。もしこの道理を諦めざるには、成仏を諦めず見聞せざるなり。今まさに仏祖方が説いてきたものが本当に内容として理解がいただけなかったら、成仏ということはわからないだろう。成仏ということがどういうことか見たり聞いたりすることがないだろうと道元禅師様は言うんですね。もう一つの資料、32ページがありますが、これが今日のところの要点のまとめたものです。誰しもが、1、誰しもが等しく持ち合わせていること。誰も等しく持っているもの、それは何だろう。なんでこれを最初に持ってきたかというと、ある特定な人にだけ用のあるものだったら仏法は用がないでしょ。万人を救うと言いながらですよ。理解できる人だけとか、豊かな人だけとか、学問のある人だけとか、年齢のいった人だけとか、そういう特定な人を対象にするんだったら、初めから限られているでしょ。仏法はそういうもんじゃないですよね。限られているような小さなものだったら、本当の意味の救いにはならないんですからね。じゃあこの世の中で私たちが等しく持ち合わせているものは何があるだろうか、ということになれば、はっきり申し上げて、今こうやって生きているという事実でしょうね。今こうやって会っている現状考案です。もうすでにこうして生きているのに、人はなぜ苦しむのかということになるんでしょう。事実として、この問題、事実としてもうすでにこうして生きている、は、人の介入できないほど促進です。促進というのは、時々刻々、もう抜き差しならないあり方でずっとあるということです。一時でも取り替えることができた時間なんてないでしょ。頭の上ではさっきのは嫌だったから取り替えたいという気持ちはあるでしょうけれど、事実としては時刻刻絶対取り替えることのできないまま物事というのは行われているはずです。だから間違いを起こさないんです。だから真犯人を割り出すことだってできるんでしょ。もしあれが途中で犯罪を犯した行為をですよ、入れ替えることができたら犯罪を犯した後は残りませんよ。ところが実際に素手でつかめば指紋がついているはずなのに、指紋が消されていることになれば消した後が残るわけです。そのようにして絶対抜き差しならないことが最後までどんなにしてもきっちりとあるはずです。取り調べを受ける人たちはそれを頼りにしているわけです。促進というそういうふうに人が絶対どうこうできない動きですね。そういうものがこの心身とともに行われているわけですね。それはどこで行われているかという場所があるわけですから、即ところということになります。簡単に言えば一番目は今、自分がここでという表現になると思います。今、私がここで、これだけだと思います。3つあるのではありません。三心一体のものです。
今私がここで三神一体ですね。これは誰もが持っている。私はこれを三宝と言っています。三つの宝ですね。三つの宝、仏法僧の三宝と同じように使っているわけですが、この三つの宝は誰しもが等しく持ち合わせている宝物である。今私がここでね、これ三つの宝で宝物であるって言ってるんですね。それによって全てのものが構成されている。その内容は時間的に今というものを見ると本当に並ばない。今にはもう一つの今がない。それが即今です。即根って読むのかな、ちょっとわかんないですけどね。もう一つの今がなかったら全ては終わっちゃうんですよ。問題が起きないはずなんですよ。ここっていう時にもう一つの人間が生きている場所がなかったならば、完全にそこで燃焼できるはずなんです。なのに人間はここ二つとはない場所にいながら力を抜いたり、あるいは一生懸命やったりするということは、もう一方に本当の場所というところを思い描いているんですね。公私の別というのもこれですね。公私、公と私ですね。こっちは私の生活、こっちは公の生活だからどうでもいいとか、そういうふうな振り分けをしている。けれども本当の意味で、今、ここという時には、そういうような二つの場所はないはずです。これだけのことですが、これは誰でも皆話せば大体わかると思いますので、使っていただければと思っています。なのに実生活の中で、これだけ論理的にしっかりしているはずのものが、気持ちの上で、心持ちの上で、どうも満足いかないという姿が、2番目に挙げた、外れる、かっこ下道ということですね。気持ちの上では本当にそうだろうなぁと自分でも納得できる理論が成り立つのに、実生活の中ではいつも何か事柄が起きると、どうもまだ何かあるんじゃないかと思わせるように外れてしまう。外れた人たちの方から見た教えというのが下道ですね。ですからある意味では下道の方が一般受けするんです。目的を向こうに立てておいて、こっちに自分を置いて、そちらに行きましょうというのは非常にわかりやすいから、そうした教えには大抵の人がついてくる。ところが私たちの教えは一番目のところでも見たように行き場所がないんです。取り替えるものがないんです。その中で修行させるんです。じゃあその修行って何だ、どういうことをさせるかっていうのが3番目の資料の生活。行き場所のない場所で修行させるということの中で、どういうことが修行として扱われているのかということ、それは考え方の生活と考え方ではない事実の生活というのが同じ今の中にあるということです。これをよく見ていただきたいと思います。そういうことが宗門の教えの中に説かれている、根幹となっている、座禅の止観打坐と呼ばれるものの指導要領に挙げられる止観座禅儀なんかにも見られる座禅の一番肝心要のところだよと説かれているんですから、ここのところはよく踏まえてもらわなければ具合悪いと思います。考え方で事実を見ている生活と事実そのものに直に触れている生活の違いですね。それはもう直に事実に触れている方がストレートに事実が伝わってくるに違いないのです。考え方分別で事実に触れようとするのはやはりガラス越しに見ているというか、見えているけれどやっぱり届かないはずなんです。実物と写真の違いを見極めるあり方が学道、道を学ぶことの本筋です。それをさらに具体的にしたのが資料4番目の機能自体の活動です。和尚さん、私たちの誰にもできる方法を教えてくれっていうのが多くの人の要望かと思うんですが、それに対する教えということになってくるんですかね。考え方をやめている、考え方を使わないことと、考え方で物を見ている生活との違いを知ってもらうためには、4番目の機能自体の活動というのを使って解いていただければ一番いい。これは般若心経そのものズバリです。これ以外に人間の働きはないんですからね。人間には六感と言われているもの以外の働きはないと思います。これ、カニ。見えますね。機能だけですよ。機能に任せてもらう。機能に任せたらどうなっていますか？難しくないでしょ？これ機能だからこうやっているとき確かに見えるんでしょ？
これ、カッコ紙を袖に入れる。確かに機能だから機能に任せたらどうなっているかって、ある時にはある、ない時にはないだけです。ところが考えの生活ですと、今見えていたものは、あなたが向こうの袖のたもとに入れたから見えなくなったって言うんです。それは考え方の様子なんです。それは資料の生活なんです。けれども、不資料の生活はこの通り見えているだけです。機能自体だから、こうやっているときはこの通りに見えます。こうなったら、カッコ隠す、カッコないだけです。ないという様子があるだけです。嘘も何もない、ないと言っている人にこうやって出してみせたらありますって言うでしょ。それが機能なんです。が、多くの人はさっき隠したものを出してきたって言うんですよ。これは資料の生活なんです。そういうところを機能自体で見てもらいたい。耳でもいいですよ。パン、手を叩く。機能自体だからパン聞こえますかって聞いてみたらいいですか。パン、まだ聞こえますか。聞こえません。ありませんって言うでしょ。ないはずです。もうそれが機能自体です。パン、もう同時にない。先ほども仏性は必ず成仏と同参するなりとありましたが、この音を勉強するのはパンの、この音の聞こえているところでしか勉強できない。音がしなくなったところでは、この音は勉強できないのです。パン、そういうふうに機能自体の活動で勉強してもらうとよくわかるかと思います。それを今度は言葉でやってみましょう。あなた随分疲れているそうですねと言われた。顔色悪いですね。どこか悪いんじゃないですかといろんなことを言われた。言葉だからそれいくら言われてもその時そのことがあるだけで、喋り終わったらないのが機能自体です。資料を分別という機能も思う時に思う、思わない時には思わないという活動をしているだけです。ところがその生活の中にいつしか知らずに思いに思いが騙されてしまうんです。分析してみると自他を認めた上の認識が自分の都合の良いこと悪いことを見て思いの上で自分の都合に合わせた取り扱いをすることから悩みの種を生みます。今喋って聞かされたことが良きにつけ悪しきにつけ全部問題になってきます。それが資料そのものをよく知らないままで生活している人たちです。耳自体の機能の活動だけでしたら人を悩ませるようにできていることが人を悩ませないようにできてるってことなんです。考えというものは資料自体の機能の活動だけでしたら人を悩ませないようにできてるってことです。その言葉はもう聞こえてない、ないのに、いつまでも聞こえているような気がしている。みんなそうですね。一つずつ例を挙げて資料と不資料の生活の違いを見ていただければいいかと思います。ということですね。まあ、ずっと長く読んでるとあれなんですけれども私たちはもうそのまんまでいいのに、そのいろんなね、さっき言ったように人に何か言われた時もその時にだけ聞こえてるはずなのに、聞こえなくなった時もずっとずっと考えちゃったりするわけですよね。で、まあそういう状態であって、じゃあそういうことを考えてるからって言ってそれがまた問題なのかっていうと、もうそこにも問題もないわけですよね。で、やっぱりね、私は正直言ってまだその、例えばクラムチャウダーが食べたいっていうね、その佐藤シェフが作ってくれたクラムチャウダーをうちの旦那さんが食べて美味しかったっていうフェイスブックの記事を載せたわけですね。で、その時に私はいなかった。で、やっぱりクラムチャウダーという記憶があるわけですね。バターとホワイトクリームと美味しい牛乳を使ったクラムチャウダーってこんなに美味しいんだよねっていう記憶があって、それは私の資料ですね。そこに現実にはクラムチャウダーってものは一切ないにもかかわらず、記憶の中からクラムチャウダーを引っ張るわけですね。そしてクラムチャウダー、私も食べたい、聞いて食べたいと、その、資料の中にあるクラムチャウダーがこうやって頭の中に浮かんでくるわけです。で、それが引っかかって引っかかってずっと思い考え、だから悟ってないって話ですからね、わかりやすく言うと。で、思うわけです。それでまあ、なんていうのかな、佐藤さんに来ていただいて、
美味しいクラムチャウダーを食べさせてくださいっていうお願いをするわけなんですね。で、じゃあそのことに対して今言ったようにこの現状公案に書いてある状態から言えば、私はクラムチャウダーという一つのキーワードに対して執着をしたわけです。はっきり言ってね、資料したわけですね。でもそれは私にとって前の私だったら、ああまたそんな資料をしてしまっている、クラムチャウダーに対する執着をしているというのはなんていうことだろうと思うかもしれないんだけど、ここが変わったんですね。いいじゃないって、それでって、うん、その資料してる私そのものをなんか全然それでいいになっちゃったのね。だからさっきこういう趣旨でってことを言ったんだけれども、悟りという言葉とか、まあ、いろんなもの、いろんな考えがあるとは思うんですけれども、今ここに現れてるその時その時のものもあるし、その言葉にとらわれて生きてるその時は思慮してるわけですよね。でもその思慮してる私すらもその時してる思慮ですからね、それで終わってるわけですね。で、昨日のようにその外で美味しい食事を食べている時にもう食事自体は終わってるわけなんです。でも今今日こうしてあの時の食事が美味しかったなっていうのも資料なんですね。ここで言うところの考えの頭の中にしかその味はないわけですよ。もうここにはないんですね。で、ないものにとらわれると悩みを作りますよっていう、こういうお話なんですけどね。私はいろんな形でいろんな方がいろいろ言ってくるものがあっていいと思ってるし、その通りだなって。だから本当に今ここで、例えば食事をしながら別な、あの時に食べたあれがここにあったらどうかなとかいうものっていうのは、なんか寂しい。今目の前にある食事がつまらなくなりますよね。今その目の前にある食事を美味しくいただく方がずっと重要じゃないですか。でも私たちのそのどうしたいああしたい、私はどうありたいっていうことすら、仏法仏教という形の悟りの中ではそこすらもう全部剥がれていった状態なんですね。まあこれを大きな悟りだって思うんですけれども、私自身は何か、それもいいかもしれないけど、私自身の今を本当に平安で楽しんでいられるようになりたいなぁなんて思うし、そういった意味では、ここに、観世音様がね、おっしゃることが、とても自分の中で、できてるのかできてないのかって言えば、できてないかもしれない。でも、私は、私のあり方、さっき言ったように、いろんな、方がいろんなことをこれから伝えていく時代になるので、私は私としての美味しいもの大好きっていうのはね、先週お伝えしたように、小指ちゃんがね、だだこねる。ね、そういう小指ちゃんすらなんか愛おしく思いながら、美味しいものを食べさせてあげたいなとか、うん、そういうふうに思ってしまうんですよね。でも、昨日、蒸したただの玉ねぎ、ただのじゃがいも、ただの人参。そして、まあ、ソーセージだけは特別ね、本当シェフが作ってくださったものだったんだけれども、調理の仕方でね、思いのかけ方でね、こんなに、本当大変だったんですよ。ダッチオーブン、火を起こしてね、炭を、焼いて、その炭を、オーブンの蓋の上に乗せたりね、しながら、汗まみれになって火を起こしてくださってね、今泉君と佐藤さんで起こしてくださったんだけど、そういう中でやっぱり焼き上がってきた野菜だったんですよね。だから程よく焦げ目もひどくなく、ちょうど美味しくいただける状態でね、焼いてくださったんだけれども、そういうただ何も素材そのままでもやっぱり手をかけて思いをかけるとね、美味しくなるんだなって心から思いましたし、それを味わうことができたわけですね。うん、まあ、テレビの中でね、いろんな意味での悟り、いろんな意味での幸せっていうのを伝えて、あり方とかいう、それぞれの位置がね、みんな、
セラピストもそういうお話をされる方もみんな自分の中心の話をしているので、聞かれてる皆さんを迷うこともあるかもしれないですよね。そうじゃなくて迷う必要がなくて、ああの人はああ言ってるんだなあっていうんですよね。ゆっこさんはそう言ってるんだなあだけでいいんですね。うん。そして逆に自分はどうしたいのかなあだけで、自分は自分なんですね。だから誰かがどうだから私はこうならなきゃ、こう言ってるから私はこうならなきゃいけないというものが全部外れた時にね、聞いてらっしゃる方そのものが逆に言ったら私たちを超えているかもしれないですね。うん。だからテレビでの放送っていうのは本当に私の思いを喋っているし、堀優子という人を中心とした宇宙でのあの言いたい戯言を喋ってるわけですね。でそこにあの喋っているものは私が見たいように見て、私が感じたいように感じているものを話してるわけですよ。で皆さんはそれを見ながらどう感じるか、例えば自分の中にある思考というのがね、いろんな思いが見えてくるわけです。例えば私のことの何か言ったことが気に入らないなとか、なんか本読むの下手なのになんで読むんだよとかいう批判が生まれる。そしたら自分の中でうまくできないからこういうことをやっては自分はいけないんだっていうね、禁止事項がないか見てみるといいですね。そういう方はね、それとか、あ、なんかゆっこさんの生活いいなって憧れる。そうだったら自分の中に本当はそれをもう自分は体現しているものも同じように形は違うけれども、自分の中にもうちゃんと表しているものもあるかもしれない。それが自分は見えてないだけかもしれない。ちゃんとそのようにね、人ってなってるんですよ。だからそれが見えたら、あ、なんだ私にもできたんだなってなるわけね。この間もある方のカウンセリングをして、なんていうのかな、お母様は綺麗な方だったんだけど、その方はそんなでもない。でも、この、なんていうの、肉体こそがね、実は一番自分がね、望んだ、自分のありようとして、これでよかったんだっていう肉体だったんだっていう理解をもらったときにね、ますます自分のことが好きになれちゃうのね。で、本当に私は、それで随分大きく変わると思ってるわけです。自分のことが本当に愛せるようになった時に、周りの様子がね、平和になるんですよ。で、それは私自身も体験したし、で、その時に、やっぱり受けてくださった方がね、昨日も来てくださって、おっしゃってくださったんです。本当に世界が変わったって。今までは、その方と別の方でね、親子の関係で葛藤があったんだけど、そうじゃない見方を一つ見えた時に、お家に帰ったらもう世界、家族関係が変わっていたとおっしゃってくださいました。だから本当に何か外側のね、あれができるこれができないとかいうものを変える必要なんて私は何もないと思ってます。極端に言うと、例えばこの状態がこうならなきゃいけない、あの状態がこうならなきゃいけない、もちろん私たちはこの世界を魔法使いできているからどうすることも実際はできるんだけれども、その一つずつのことではなくて、自分というところのね、本当に自分が大好きって、これって一瞬なんですよ。その一瞬のところにちょっとかかっているフックの位置をピッてこうやって見つけるだけで一瞬なんですよ。あ、なんだこれでよかったのって、そのなんだこれでよかったのが結構、目から鱗のねもので、自分では見つけにくい時がある。だからそういった時にはよかったら堀優子を利用してほしい、見つけにくかったら利用したらいい。でも本当に自分を愛せるようになった時にどれだけ世界が変わるかっていうのは、私が今50歳だけどね、その中でずっとテーマにしてきて、私がやってきたことはそれだなって。
そして私が伝えたいのはそこだなと思うんですね。だ人によってね、やっぱセラピストさんでもそれぞれのテーマを持ってらっしゃる方がいるので、体を取り扱う方がプロっていう方もいるし、いろいろいらっしゃるんですよ。だからそこらはその人の人生の中にね、その人のやっぱりクライアントさんをなんか変えられるということじゃなくて、自分自身が自分にやったことを相手にこうやって、なんていうのかな、自分がまず自分を紹介して、そしてそれが提供されていくものじゃないかなって思うんですね。だから私の場合は本当に私を愛するこれだけだな、思っちゃうんですね。人によっていろいろですよ。自分の可能性を広げるっていうのを持ってる人もいるでしょうしね。自分自身がなんか世界中を歩き回っていろんな体験をするということに自信がある方もいらっしゃるでしょうしね。みんなそれぞれじゃないかなって思います。ですから佐藤シェフのように、本当に佐藤シェフもね、お料理どうも第二東名の清水のサービスエリアで今オープンしてるのがあるんだけど、また正式にね、清水の方でもサービスエリアの方でお店の方もオープンするなんてお話もされてたので、いろんなとこで食べられるんじゃないかなと思うんですけれども、そうなるとね、オープンされると私が昨日食べたね、生ソーセージの入ったね、ホットドッグとかがね、提供される可能性もあるらしいですよ。で、それぞれの人生なんですよね。でもそれぞれの人生なんだけど、みんなちゃんとその人生というものを体験するために、何かがね、成功するとかしないじゃないんですよね。自分の中にあるほんのちょっとしたこと、私の本当にテーマは、私が私自身を愛されたらそれで終わりですよ。だからこそ最終段階に、いろいろ我慢してきた、自分が愛せないことによって、許可できなかった自分が本当に緩むようなものをね、自分がギフトとして与えたのが多分、風のサロンだから、なんか自分、そこにたくさんの人が来る来ないっていうのはもうどうでもよくなっちゃったんですね。私は私のためにこのサロンを用意してね、このゆるゆるとした贅沢すぎる空間をお客さんがいらっしゃるということを口実にしないとできなかったんだけど、でも実は違ったんだって気づいちゃったんですね。私自身のために私はこのサロンのね、空間をね、ゆるゆるした加減をね、用意したんだなって。だから私自身がもう本当にここでゆるゆるとのんびりと、なんていうの、くつろいでいればいいんだなって。でももしここにそんな時間を共有したい、シェアしたいと思われる方がいたら、どうぞそこにお越しくださいってね。ちょっと違うでしょ、コンセプトが。自分が本当に緩むところによかったらどうぞみたいなね。そんな感じなんですよ。よかったらね。だから私がゆるゆる緩むことを、なんていうのかな、私が心地よくいることを邪魔するんだったら申し訳ないけど、ご利用は遠慮する。だってそれはお客様の場所じゃなくて、私が私自身を本当にこの人生の中でね、自分を愛するということを徹底的に学んできている最終段階のどれだけのものを私は私に与えられるのって言ったところに来るわけですね。でもそうなればなるほど逆にね、私を困らせて、私にちょっとごめんなさいっていうお客さんは逆に来なくなるんですね。そういうものなんですよ。だから時々セラピストさんで困ったちゃん、クライアントさん、お客さんの話も出るけど、セラピストさんのありようでなので、逆に私なんかはみんなね、素敵なお客さんが多いなって思ってて、今回もオープンのね、お花をくださった方がいて、行かれないんだけどって言ってお花を送ってくださったんですね、花キューピットさんで。その時にね、私は気づいてなかったけれども、
でも彼女があの時にねってなんか病状があってあのうちに来てから病状がとても良くなってあの本当救われた思いがするっておっしゃっていて本当にありがたいなと思いました。でもそういうことは私にとってはその会ってるその時を一生懸命そのままにさせていただいてるだけだから分かんないけど、うん、でもそうやって感じてていただいてありがたいなと思う。そんな素晴らしいあのクライアントさんばかりなんですね。ですから一応ホームページは作ってみたものの、うん、なんていうのかな、そのホームページを多くの人に見てもらいたいと思ってないわけ、あんまり。それよりも私を とりあえず分かあの知っている人たちが参考のために見ていただきたいなと思ってますね。でよかったら暇な時があってなんかその私のそのゆるゆるにと一緒にシェアしたいなって、そんな方があのこのサロンとして利用していただけたら嬉しいなって思うわけね、うん、で透明のねあの3日ビンターから近いですからね、よかったら本当に東京からでも大阪からでも2、3時間で着くと思うんですね。いらっしゃってくださいね、うん、その代わり一緒にゆるゆるしたい人だよ一緒に楽しくゆるゆるって言ってだから喋んなくなっちゃうのたりもするの、もう気持ちよすぎてそんな感じになっちゃってね、うん、そんな方がオープン日も一応あの印をカレンダーをつけてねしてるので、よかったら、うん、でもオープンの日はきっと私は自分がゆるゆるする日として用意してるんだろうななんて思うんですけどね。であのここのとこ あまりチャネリングとかねカードとかしてなかったので、一人ずつのねあの久々なんですけれども、チャネリングでね、一言メッセージって形でお話ししていきたいと思いますので、ご希望の方はどうぞ、入れてください。チャネリング一言メッセージって。で、テーマはね、どんなことをお話ししようかな。なんか本当の、うん、アシャスタさん1番、マロンさん2番、イアンさん、看板、パールさん、カロンさん、トモコさん、それから、ヨッチャンさん、クマラさん、クラーマさん、ありがとうございます。今日まだ早いからね、大丈夫だよ。でちょっとお水持ってきてから始めますね。ちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。はい。一応10時くらいまでね、できるだけという形で、メッセージの方送らせていただきたいと思います。ちょっと待ってね。じゃあ、サスタさんからかな。
シャスタさん、本当の自分に戻るためにということでちょっとだけ感じたことをお話しさせていただきます。どっかでね、自分が無理をしていることはないかなって、ちょっとだけ我慢してたりとか、なんか分かったことにしといたりとか、なんかもうちょっと本音のところのね、弱さっていうのかな、なんか自分がこれはよく分かんないとか、これは辛いんだっていう本音の自分の中にあるね、ものに気づいてあげるといいよって言ってきてますね。なんかその、できることの素晴らしさにこうやって目を向けるよりも、今ある自分の中でね、この間の私のね、足のね、小指ちゃんみたいにね、どっかに拗ねてる何かがいるみたいなの。でもその拗ねてる子はとってもちっちゃな、なんていうのかな、感覚で、優しく拗ねてる。でもその拗ねてる何かに、耳を傾けてあげましょうって。これはね、私が言っちゃうことはできるんだけど、でも拗ねている子に対して耳を傾けようっていう、自分自身のね、弱さだったりとか、自分自身のできなさだったりとか、そういったものに耳を傾けてあげようっていう行為そのものが実は重要なんですね。その子が何を言ってるかっていうよりも、そういった声に耳を傾ける。で、シャスタさんは本当にいろんなことが理解が進んだりとか、意識もとても上がってきてると思うんだけども、でもそういったおすねちゃんね、私の中のすねおくんとかすねこちゃんっていうのにね、どうしたのっていう、そこの耳を傾けてあげることで、また、自分へのね、愛が深まるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。マロンさんへのメッセージです。マロンさんおはようございます。マロンさんはね、とてもね、素晴らしいね、なんていうのかな、柔らかさ、包容力っていうものをお持ちの方なんですね。で、それが、逆にですね、時々自分を犠牲にしちゃう、自分をないがしろにしてしまうってことを、相手を包み込むことが得意がゆえに、自分がないがしろになっちゃうことがあります。ですから、本当に素晴らしい包容力、優しさもあるんだけど、でもどこかでいつも自分をちゃんとね、抱きしめてあげた上で、みんなも抱きしめてあげるよ。一番近い私自身の、これね、ジガちゃんでもエゴちゃんでもいいんですよ。ジガちゃんやエゴちゃんだからもうそんなのはじゃなくて、ジガちゃんやエゴちゃんっていうのを大事にケアしてあげる。そして自分自身の、こういうね、なんかこんな私どっかで、そんなことよりも大事なことかじゃなくて、このジガちゃん、エゴちゃんをまずちゃんと抱きしめておいてあげるとね、このジガちゃん、エゴちゃんの変な時に、なんていうのかな、だだこねなくなるんですよ。ちゃんと私の言うことを聞いてくれるよね。本来の私というところに、スーッて進む時に、これが変なブレーキや幻想のマスターを作り出さなくなるんですね。すごく巧妙ですからね、この子はね。だからこの子こそを大事にしてあげるんです。そうか、そうか、分かったよ。そしてからみんなに対する包容力。こんな感じですね。はい。ありがとうございます。次、リアンさん行きます。リアンさんへのメッセージはね、青空がね、本当に雲何一つない日の青空、もちろん秋空って言うけれども、そんなんなんなくていいんだよ。白い雲が浮かんでても、薄いね、薄い雲がね、こうやってかかってる。もうリアンさんの心の中に、なんていうのかな、たまには雷のようなね、雷雲だったりね、雨雲だって空にかかるでしょって。だから、青空じゃなきゃいけないんだって言って、薄い雲を一生懸命剥がそうとしたり、小さな本当にこうやって、空に浮かぶね、雲があっちゃいけないって思う必要はない。つまりそれは心の雲ね。その雲が浮いたとしても、それでも大丈夫。なんか、スピリチュアリティを勉強するとね、青い空じゃないといけないと思っちゃうんだよね。そうじゃなくてね、
薄雲がかかってても雨雲がかかってても、でも大丈夫、太陽はどこにも逃げたり隠れたりしないでしょ。そこが重要ね。リアンさん、なんか本当にちょっとでも雲がかかってたらいけないんだって、どっかになんかね、それが逆にそれをなんていうのかな、剥がすことをね、要求するようなちょっと偽マスターみたいな感覚が、エゴちゃんがそれ言うんだけどね、あの雲なんかかかってたっていいわけですよ、太陽はいなくならないから、うん、これがメッセージです。はい、パールさんへのメッセージです。おはようございます。あの随分ね、こういう言い方したらあれかもしれない、お腹の中に自分が押し殺したものっていうのが感じるんですね。なんかギュッて、うん、これは言っちゃいけない、よいしょ、よいしょって、うん、でそれがお腹の中で、なんか発酵しちゃいそうな感じがあるので、あのうーってうなり声を上げるような感じ、うわーみたいな感じですね。お腹、みぞおちのね、ここを押さえながらね、うわーって言ってね、時々吐くといいよ。案外それだけでね、すっきりするから。うん。あの、それとか、あと自分の中で、あの、我慢しなくてもいいよ。相手がもし自分の、本当にハートからのね、真実の言葉を受け止めてもらえないならば、それはそれだから、相手の都合だからね。でも私が私の本当の思いを伝えたい思いを伝えないということがね、私が制限をかけてしまっていることだと思います。だから私が伝えたいと思う言葉を本当に感情とか思考ではなくてハートからの言葉だったら私は伝えていいんじゃないかなと思います。カノンさんです。おはようございます。あの、いろんな可能性がある中で、カノンちゃんはカノンちゃんが選んだ自分の、本当にいろんな可能性やいろんな体験って結局は自分で選ぶんだろうねと思うんですね。あの、思うのはその、今浮かんだのはね、ちょっとこういう箱の枠に分かれてて、ゼリーとかチョコレートの可愛いのがいっぱいいっぱいあるじゃないですか、入ってるような箱。でね、どれから順番に食べるっていうのはね、やっぱり自分がしか選べないよね。そのゼリーが全部美味しいものでもこれがいいとか、例えば誰か他の人がいたら一番欲しいのって言ってポンと取った時に案外ダブらなかったりして、だからカノンちゃんがこれから積んでる体験は、そのなんか自分がまたゼリー箱のね、美味しそうなキラキラゼリーの中から私はこれが好きなのってパクンって食べる、それでいいんじゃないかなと思います。いくつかのゼリーの中、何のゼリーを食べるかは、カノンちゃんがね、カノンちゃんとして決めたらいいんじゃないかなって思うんですよね。はい。ともこさん、おはようございます。ともこさんへのメッセージはこんな感じです。あの、人はね、やっぱりね、それぞれのオリジナルのね、輝きを持ってますよね。それが周りの人にとってそのオリジナルさっていうのがどうであるかっていうよりも、そのオリジナルを選んだものが私であるということなんですよね。なんでこんな私なのじゃなくて、この私がそのオリジナルをとても素晴らしいものとして選び取ってる、そういうことなんですね。なんで選び取ったの、選び取れたのっていうことを考えたら、それだけ自由があるからですね。よくあの、いろんな方がね、どうしてこんなあの境遇にとか、なんとかにとか言われる方いるけど、それだけその人が自由だからなんですよね。それを選び取ることができたわけです。で、その自分のオリジナルっていうもののね、輝きの美しさを、自分じゃないと発見できないんですよ。そして自分自身が知っていくことだと思うんですね。そんな作業を続けていかれたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ブルーベリーのジャム、本当に美味しいです。ごちそうさまでした。はい、よっちゃんさんです。よっちゃんさんへのメッセージ。
仕事っていうキーワードが出ました。仕事というものをなんか固定概念を持って仕事っていうふうに見るんじゃなくて、いろんな見方ができます。案外その仕事と呼ばれる中に自分のね一番嬉しいことが隠れてたりするのかもしれない。なんかね、仕事っていうものはね、社会やいろんなとこがね、いう概念をね、採用しすぎてるかも。仕事っていう形は、ある意味ね、自分が嬉しいことをしたときに、対価がもらえるだけなんだよ。お金くれたりする。うん、だから仕事はこういうものがお仕事というんだっていう概念外して、なんか対価交換がスムーズであるっていうところが、そしてその対価交換をお金という形でしてくれるところが仕事でも、お金イコールエネルギーイコール愛っていうところで見れば、仕事の中にも楽しみが見つかるかも、すごい嬉しいものが見つかるかもしれないし、なんか仕事の人間関係だからって遠慮してて、でも実はそこにとっても大事なね、誰かと出会ってるのかもしれない。なんか仕事だからっていう枠をちょっとだけ崩してみませんかっていうのが、よっちゃんへのメッセージです。クラマさんへのメッセージです。おはようございます。クラマさんへは、自然とのつながりということが今感じます。本当に、空を見ること、草花を育てること、草花を感じようとすること、そして自然との流れの中でもね、なんていうのかな、私はチャネラーだから、例えばこの人はなんて言ってるかとか、でもね、それはね、チャネラーって言ったってね、要するにね、たわごとよ、うん、だから同じようにみんなできんのよ。だからなんか花がこんなこと言ってるなっていう気持ちを感じ取れたらそれでいいのね。例えばね、小田原あやぴーはあやぴーでイルカくんがいて、で私は私でいろんなチャネリングをするんだけど、この幻想の世界においては最終的にはたわごとだよね。それぞれの独り言、どんな神様がああ言ったこう言ったっていうのも、その人が言ってるだけ、私が言ってるだけ、だからどうでもいいんですよ本当は。だから私はチャネラーじゃないから、花とや植物とおしゃべりできないんだっていうの、そんなんじゃないの。自分の中でまるで小説やね、なんか詩を書くように関わっていったらね、できると思いますよ。クラムさん、自然とつながっていっぱいいろんなお話をしてください。はい、花さんへのメッセージです。おはようございます。花さんはね、母性ですね。お伝えしたいのは、うん、花さんの中にある女性性っていう母性がね、実は花さん気づいてないんだけれども、すごいパワフルな方です。それに気づくためのことが今目の前でいろいろ展開されています。じゃあ何を気づくか。あなたには母性がないということを気づくのではなくて、あなたこそ母性そのものですよっていうのに気づく出来事が起きているかもしれないです。いろいろ起きている問題に見えるようなものの向こう側に母性というキーワードがあると思ってみてください。きっと何かがつかめるきっかけになると思います。はい、オカリンさん、おはようございます。ちょっと待ってね、いっぱいなのかな。なんかいろいろ書いてあるかな。はい。はい、皆さんなんか感想書いてくださってますね。ありがとうございます。オカリンさん行きますね。いつもありがとうございます、オカリンさん。まとめてくださって。今日のもちょっとよかったらまとめてね。でもね、きっとね、現状公案とか書くとね、またね、そんな検索の人が入ってくるかもしれないですけどね、どうでもいいんですね、そんなこともね。おかりんさんね、
本当にね、ちょっとね、どっかでね、仕分けしてるみたい。すごくもう、なんていうのかな、スピリチュアルと現実とか、私の世界と外の世界っていう、その境界線がね、低いんだけど、こうやって土地を分けるような感じの境界線があるんですね。幻想の。これ外したらどうですか？全部、オカリンさんだから。なんかこの領域ではちょっと、オカリンちゃん的、なんていうの、全力発揮、ここまではしていいけど、これから向こうの世界ではしちゃいけないとかね。なんかそんなの感じるんだよね。その垣根外しちゃおうよ。もう大した垣根じゃないから、そうした時に全ての世界が、そのスピリチュアリティと現実がちゃんと融合した、ここに現れてる世界もあるし、そしては当時のオカリンちゃん、もう全部が融合された広い世界になってくよ。なんかね、垣根外しをおすすめします。グリーンピースさん。はい、グリーンピースさんへのメッセージはね、なんていうのかな、ちょっと待ってね。ね、グリーンピースさんは心の中のものを表現する。だから詩でもいいし、歌でもいいし、なんかとにかく外に出す。自分の中にこうやって本当に豊かにあるものをこれからは外に出す。とにかく出す。思いついた歌でもいい、詩でもいい、言葉でもいい、人へのこ、あのなんか伝えたいことでもいい。なんかもっともっと出しましょうっていうことが、素晴らしい宝石箱なんですね。でもこの、なんていうのかな、宝石箱が暗い場所にあるから、そのきらめきがよく見えないんですよ。で、それを、この外側とね、大きくつながったね、この世界の中にね、表現してみると、それがすごく綺麗なね、キラキラした輝きを増しているものだってことに気づいていくみたいです。はい、次に行きます。七色ピッピさん。はい、おはようございます。七色ピッピちゃんへのメッセージは、どうやって受け取る？困ったね。もう、溢れるような、なんかいろいろがあって、受け取るものがいっぱい来るよって。そしてもう受け取り始めてるでしょって。その、皆さんもそうだと思うんだけど、その溢れるようなものがこうやってあるっていうことが、なんて言ったらいいのかな、なんか物だったりとか見える形が最初じゃなかったりするんですね。最初は見えない形で受け取るものだったりするんですよ。なんかわかんないけどって、そのすごく感情的な気分、ハートの響き、ハートの、なんていうのかな、共振、ハートのときめき、ハートのワクワク、なんかそういう形で受け取っていくんですよ。わかんないけどって。でもそれがだん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 見える形に変わるんですね。で、そうやって今ね、たくさんのものを受け取る時期だよって言ってます。だからなんか、現象として見える形になっていかなくても、ここがね、もう皆さんにも伝えたいんだけど、受け取れてる時ってハートで感じてます。はい。いっぱい受け取ってねって。はい。青さんです。おはようございます。青さんはね、こうやってペンとこうやって書いてる姿が浮かぶんですね。でね、書くといいですよ。だからお友達への絵手紙を書くとか、手紙を書くとか、なんかね、絵を書くでもいいですね。この間も、どこ行ったって、ちょっと待ってね。うちに来てるね、方が、スピリチュアルイベントを豊橋で開催して、平日なのに200人動員したので、すごいねって言ってびっくりしちゃったんだけど、その彼女がね、こうやってね、絵を描く方なの。澤田弥生さんっていう方なんですけど、どうですか？綺麗でしょ？イベントに出展してた時にこうやって私を描いてくれました。で、その後に今度は、長谷川智美さんって言ってね、この方は湘南にいらっしゃる方なんだけど、宮田くんのお友達だと思うんだよね。宮田くんのお弟子さんって言い方がいいのかな。で、その方にもこうやって書いていってきま
ね、こうやって絵のような色のような世界で表現することでもいいと思うし、何でもいいと思います。アオさん、ぜひぜひあのいろんなものを描いてください。はい、ありがとうございます。ミカさんへのメッセージですね。ミカさんね、涼しくなります。言葉を味わってくださいって感じです。逆にミカさんへは言葉の美しい言葉の世界を味わうことを勧めます。あの綺麗な言葉が並んだ詩の世界ですね。相田みつをでもいいし、他の方の詩でも何でもいいと思います。その詩の世界を味わってください。前に私がね、聖なる言葉で読んでいた何の本だったかな、忘れちゃったけど、それ愛いっぱいの言葉を味わいながら読むっていうのもいいかもしれないです、うん、そうするとね、そこの世界にあるものと自分の中にあるものが共振するんですね。本当に震え出すっていうのが分かります。なんかいいなと思うわけです。でもそのいいなっていう言葉は実は自分の中にある言葉なんですね。で、その共振を始めしばらく読み続けることで、多分ミカさんも自分自身の中にある、うん、言葉を発信するようになっていくと思いますが、まずその共振、外側の言葉による共振を味わってみてください。月の桃色さんのさん、おはようございます。メッセージです。ちょっと日差しも和らいできたので、前に言ってたら同じになっちゃうんだけど、あの砂浜をね、裸足でね、こうやって歩く、うん、あの真っ昼間だとちょっとまだ暑いけど、朝方だったり最近だと夕方3時過ぎとか4時ぐらい、ちょっとごめんなさい何かね、体のグランディングなんですね。砂浜を裸足で歩いてください。だからあのちょっと気持ちよかったら、なんか布のね、木綿か何かの生地を持っていって、まあ、顔のとこにちょっとかぶせるタオルも用意して、あの砂浜にこうやってベタンって寝てですね、大地自然のエネルギーをガンガンと受け取るといいと思います。はい、やってみてください。ともこさん、ともこさんへのメッセージは、あの子供と子供のような気持ちに戻って遊ぶ時間があるといいかな。うん、なんかね、大人同士で子供と遊んじゃダメ。子供の時の私に戻って遊ぶ。公園なんかにちっちゃな子供がいたら一緒に遊ぶとか、もしご自身がね、お子さんがいらっしゃるなら、自分も子供の位置で遊んでみるのね。そうすると何か見えるものが変わってくると思います。はい。ありがとうございます。ザドキさん。ザドキ。すごいね。ザドキさん、メッセージいきます。ザドキさんへのメッセージはですね、なんかね、組み立てるって感じがきますね。うん。あの、こうやって一生懸命こうやって組み立てるようなもの。なんだろう。もしかしたら手仕事だ、みたいな趣味。あの、一般で言うと、なんていうのかな。なんか作るような感じ。なんか細かいもので何かを作り上げるような、なんかそういう手仕事的なね、なんか作業をされると、あの没頭できるみたいな、自分の中になんか作ってるんだけど、その思考ではない世界じゃなくて、本当に自分の世界の中に入っていきやすくなるみたい。やってみてください。何でもいいと思いますよ。陶芸でもいいし、プラモデルみたいなのでもいいし、レオでもいいし、レオでね、レオブロックで作るとかね、
それとか何か木工製品で何か作るのもいいしね。なんか立体系なんですよ。作るという作業をしながら自分の中心に戻ってくださいっていうメッセージが来てます。未確認さん、はい、メッセージをお伝えします。自然の中でね、やっぱりお散歩してくださいって感じですね。未確認さん、山の中とか神社とかそういうところをお散歩する。そしてそこにある共鳴の、エネルギーがあるので、自分のこうやってただお散歩してると、何の目的かとかそういうことじゃなくてね、なんか鳥が鳴いてるね、そういう鳥の声を聞きながらでもいいですよね。面白いね、リズムがあってね。お散歩してください。それだけか。ハッピーさん、チャネリング、はい、行きます。ハッピーさんね、お料理とかは、ケーキとか作られますか？なんかね、できたらね、なんていうのかな、膨らむものがいい。シフォンケーキとか、シュークリームとか、粉がね、こうやってね、ピューって膨らむような感じのものを、どなたかね、もしでやったことなかったら、誰かお知り合いの方にでも一緒に作ってもらっていいかなと思うんですけど、なんかね、こうやって、ぷおーって膨らむようなものをね、こうやってね、オーブンレンジにね、こうやって眺めてみてるんですよ。だいたいね、20分か30分ぐらいのものだと思うんですけど、パンでもいいですよ。じーっと見てんですね。そうすると、ね、頭の中真っ白になります。思考じゃない世界でじーっとこうやって見れますよ、多分。本当に面白い。オーブンの扉の、ね、外側からですね、ケーキが膨らんでいくとかね、パンが膨らんでいくっていうのをじーっと眺めるんですよ。これ別にハッピーさんだけじゃなくてね、秋になるとちょうど手作りパンとかね、ケーキとか焼きたい、ね、そういうのをされる方はいい季節じゃないですか。じーっと見るの。匂いもしてくるしね。本当、そのさっき言った現状講和。本当、現状講和ですね。現世講和か。そういう感じで、その今をこうやって味覚、鼻から、味か、目かな。なんか、そのうち、ただそこにパンが膨れていく様子、ケーキが膨れていく様子、眺めていくんですね。こんなんちょっとね、いいですよと、言ってます。はい、稲福さん、おはようございます。稲福さんね、よかったら温泉行ってきてください。そしてね、ここに今いるっていう感覚、肌と肌を触れ合わせながら、ああ、この体と共に生きてるんだよなって、ちょっと思ってみてください。この肉体を使わせてもらって、この体験も今できてるんだなって。お風呂のお湯にこうやってやったり、ね、こうやって触りながら、この肉体として、こうそのままになるんですね、これ。ここに今、確かに私がいるな、こう感じてるな。お風呂の中でやってみる。お風呂っていうかね、温泉ですね。やってみてください。はい。大丈夫だよさん、おはようございます。大丈夫だよさんはですね、なんか山かな。山を眺めるといいよね。雄大な山、ちょっと例えば多摩の方に入るとか、ちょっと山の方に、秩父だったりとか、箱根の方でもいいんですけれども、なんか山に近づいて、山を眺める。
登るっていうよりも、その雄大な山をの眺めながら、そこに湧き立つ感じる何かっていうのところに、何でしょうね、感じるものがあるんでしょうね。もしよかったらやってみてください。はい、ひかるさんメッセージです。心配することないですって言ってます。何のことか分かりません。ですから、なんか、ビクビクしなくて大丈夫だから、堂々としてましょうって感じがします。で、堂々とすることによって、どんどん変わってくるよって言ってるから大丈夫だと思います。はい。なんか堂々としてください。エプリンさんへのメッセージです。おはようございます。なんかね、やっぱり空を見上げている時間が欲しいかなと思いますね。秋の雲や、なんか空の雲って時間がこうやって流れながら変わってくじゃないですか。なんか本当に空見上げてみてください。で、それは一瞬ではなくて、空をゆっくり眺める時間を自分に提供してあげてください。そこがポイントかもしれない。ありがとうございます。ラニさんへのメッセージ、ラニさんは運動ですね、汗かきましょうって言ってます。いっぱい汗かいてください。汗かく、運動してる時っていうのはなんか本当に集中できるみたいね。だから案外これがですね、座禅的効果があるのかもしれませんから、運動で汗かいてください。で、汗かいた後にまたね、シャーってね、シャワー浴びると気持ちいいでしょ。このなんかギャップみたいなのもすごく大事ね、ラニさんにとってね。はい。ココアさん、おはようございます。ココアさんはね、なんかね、自分にね、花束やお花を提供して、そんな高くなくていいと思いますよ。野の花を摘んで、なんか可愛いジャムの瓶にね、こうやって刺してみるっていうのでもいいし、まあ、今の時期だとどんなお花が出るのかな。いろんな花をこうやって刺して、自分で、本当にジャムの瓶にっていうね。花瓶でもいいんですけどね。なんかお花をね、自分のために、ココアさんね、自分のためなんだよ。誰かのためじゃなくてね、自分を喜ばせてあげるために、お花を飾ってください。ノアさん、おはようございます。ノアさんへのメッセージは、ちょっとね、緊張、体の中の緊張があるので、なんていうの、でもこれはもしかしたら根本的な緊張かもしれないんだけれども、安心していいよ、もう緩んでいいよ、大丈夫だよっていう感じの安心という形でのリラクゼーションっていうことをちょっと心がけてください。気持ちの中でほら、危険な場所にいるとかでギュッて緊張するじゃないですか。身を守んなきゃいけないって、そうじゃなくて安心だって言うと、猫こうやってぷよんってお腹出して寝てますよね。あんな感じで、ノアさん、安心していいよ、リラックスしていいよ、力抜いていいよ、こんな感じですね。これがやってみてほしいことです。はい、レモンさん、はい、レモンさんへのメッセージは、食べ過ぎないでって言って、心地よいだけ食べてください。どうしてもなんかね、目が食べたがるんだよね。私も癒しいからそうなんだけど、あるとね、なんか残したらもったいないとかね、あるんだけど、でも食べ過ぎない。本当に体が喜んでるっていう、だから体に対する注意力も必要なのね。食べるときに、今私の胃はどんな調子って、
苦しくなってない、大丈夫って、機嫌よく入れるかしらとかね、そんな感じで食べる量を自分の体のよ伺いながら食べてあげてください。なんかね、油断すると食べ過ぎ、食べ過ぎだよ、うん、ちょっと体がアップアップになっちゃうから。宮田さん、そうです、お久しぶりです。この間久々電話できて、あ、そう、宮田さんのねライブね、11月だったかな、ちょっと待ってね、11月の何だっけ、ここでやるの、ね、11月のね宮田さんのライブを一応23日、11月の23日に宮田さんが浜名湖の風のサロンに来てライブをします。いいでしょ、うん、気持ちいいと思います。まだ細かいこと決まってないけど、またお知らせするけど、よかったらいらっしゃってください。はい、ということで宮田さんね、メッセージです。ね、宮田さんね、なんていうのかな、今ね、この間お話があったそのヨーロッパの方からいらっしゃるライアーのね、演奏家とのジョイントってお話伺ったんだけど、自分の中でね、緊張を作らないでください。逆に自分を知るという行為、自分のオリジナリティ、自分自身の特徴、自分の何て言うのかな、声、ライアーに向かうっていうよりも自分の中心にずっと戻っていった時に、本当に宮田さんが求めているライアーの演奏っていうのがもっともっと明確になると思います。演奏を通してなんか弾くことになっちゃうと、弾くことに夢中になる作業をまず今しないで、自分の中にずっと入っていく、自分はどんな演奏をしたかった、何を表現したいの、どんな音が好きなの、どうありたいのって形で、本当に自分の中心に今入っていけばいくほど、その11月のですね、ライアーの対、ね、大演奏家の皆さんの中で一緒にやるときにですね、おー、宮田さんいいねって感じのね、誰にもできない宮田さんのライアーの音が見つかるような気がします。はい、だらちばさん行きます。ララチパさんへのメッセージは、なんかコーヒーじゃないですね、おいしい紅茶とおいしいクッキーを、マカロンでもいいかもしれないけど、なんかそういったね、食べるそういう時間をちょっとね作ってあげてください。ゆったりと食べてください。ゆったりと紅茶を味わってください。やっぱり日常に流されるとね、なんかパッパというね形の中で、済ませようとしちゃうんだけれども、あえてそんな時間を自分に作ってあげてください。で、その時間が持てる自分を誇らしく思ってみてください。ね、フォーションかなんかのね、茶葉買ってきたりしてもいいかもね。カオスラブさん、はい、カオスラブさん、宇宙が見えます今の季節だとそんな寒くないじゃない？だからちょっとお天気が良かったら、もっと外に出てね、ちょっと椅子かなんかがあったらいいかな、空をこうやって眺めながら、ちょっとなんか飲み物でも置きながらですね、あったかい最近水筒かなんかにコーヒー入れながら飲んだりしながら、空の中に溶けてください。もちろんイメージの中で溶けることもできるんだけど、あえて星空を眺める、そんな時間を自分のために与えてあげてください。今だったらね、こんな震えなくていいから、ちょっと羽織るほどを増やせば、とても心地よく見られると思います。で、温泉のね、露天風呂なんかで星空が眺められたら、それもいいかもしれないし、自分のために星空を眺めるための、小さな旅をしてもいいかもしれないですね。
なんか星空は見とけてください。カオスラブさんへのメッセージです。マリエさん、はい、マリエさんへのメッセージは、なんか滝の音が聞こえるようなとこがいいですね。ザーッと、なんかそんなとこに行かれること進めます。そこで静かな、30分から1時間ぐらい滝の音だけにずっと意識を集中してみてください。今までのいろんなものがほどけていって、あーってなるかもしれないよね。おすすめです。次トッコちゃんです。あ、トッコさん、はい、トッコさんね、あの心を込めたお料理をしてみてください。普段もね、あのしてると思うんだよ。でもね、なんかね、作業一つずつをこうやって、なんていうのかな、丁寧に思いを込めて作ってみる。だからちょっと、あえてやってみる感じかな。あえてって、普段もね、あのちゃんとやれてる方なんだけど、あえてやることによって、より自分が中心に、お料理を通してね、お料理座禅ですね。でもなんかそんな厳しい座禅じゃなくて、本当に自分の味覚が喜んで笑顔になるような食事を作ろうと思って、あの野菜を洗うところからね、丁寧に本当に自分の、 あの時間で普段だとバタバタしちゃうけど、本当に自分が納得して丁寧にあのお料理を作ってみるといいんじゃないかなと思います。ネイジさん、ネイジさんへのメッセージは、音楽だな。なんか聴いてるのもいいし、演奏してみてもいいし、ネイジさん、なんか音が聞こえる。音楽だなっていう言い方しかできないや。はい、みちさん、おはようございます。みちさんはね、おいしいもん食べに行こうよ。なんか大好きな友達と、大好きな誰かと、心許せる誰かと、おいしいねって、そこにこんな簡単に天国に行けることを味わってください。あなかやまさん、おはようございます。なんかね、知ってる方なのでちょっとメッセージ伝えにくいところもあるんだけど、あの自分の中にねいるね、スネ夫ちゃんをね、大事にしてあげてって。スネ夫ちゃんに任せるということじゃなくて、そのスネ夫ちゃんが持っている思いっていうのに一回向き合ってあげてちょうだいっていう感じかな。私の中にもスネ子はいるし、いろんな人の中にスネ夫ちゃん、スネ子ちゃんっていると思うんだけど、そのスネ夫ちゃんの部分とちゃんと、あの、なんていうの、その子をの存在の許可や向き合ってあげるって気持ちができると、またいろいろ変わるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。次に行きます。シルバさん、シルバさんへのメッセージは、あのお掃除ああ言いにくいな、私もお掃除あんまり得意じゃないからね。でもなんかね、お掃除しよう、私も頑張るからとか、そんなじゃない、どっかがずれるよそれ言ったら。ね、シルバーさんね、なんかね、お掃除しようって、なんか本当に変な重箱の隅つくような感じでもいいし、なんかね、お掃除するとね、すごくすっきりする方みたい。
やってみてください。どこかね、すごく大変な今状態だったら、ちょっと狭い区域、ここだけって感じでもいいから、ちょっとお掃除するという気持ちがすごく変わるよって言ってる。うん。ミミコさん、次にね。ミミコさんは、うん。あのね、どうしたらいいだろう。ムチさんとか、山本小屋さんたちがやってるスピリットダンスっていうのがあるんですね。音楽かけてなんかこうやってスキーに踊るっていうのがあって、そのね、そんな感じのことがいいみたい。だからお家の中で CD かけて、なんかどんな CD でもいいんだけど、なんかウキウキするような CD かけて、なんかこうやって適当にデタラメ踊りする、うん、なんかね、すごくそうすると自分の中のエネルギーがこうやって整うんだよね。エネルギーの中に、ミミコさんのエネルギーの中にダンサー的なね、チューニングのポイントがあるんですよ。だから体を動かしてる方が、心の中心に戻りやすいっていうかね、そんな感じを感じました。はい。トロネコさんへのメッセージはですね、やっぱりトロネコさんへもね、この秋は美味しいものをいっぱい食べようって。で食べて、その時本当にこの世が天国だって、うん、いいんですよ、味覚大事だから、うん、味覚を十分に味わって、このために今日の私がいるんだみたいなね、私なんかそんな感じですよいつも、うん、そんな風に感じてみてください。ちかこさん、はい、ちかこさんね、なんていうのか、とっても女性的なね、なんていうの、刺繍だとか、お針仕事みたいなのね。これね、得意とかね、不得意とか関係ないんですよ。なんかね、ただね、これね、自分の中心に戻るということ、別に趣味でなんかしましょうって言ってるわけじゃなくて、チク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 と、この縫う作業を通してですね、なんかね、雑念が減っていく感じがするんですね、ちかこさんの場合。うん。だから、刺し子付近とかね、やってもいいし、なんかの刺繍でもいいと思うんですけども、なんか、針瞑想、お針子瞑想ですね。おすすめします。美穂さん。美穂さんね、いい感じだと思います。今はそのままで十分だと思います。また、今ここまで来れたことを十分喜んでください。ともさん。ともさんへは、やっぱりね、ともさんも木とこうやってエネルギー交流させること。大きなクスノキとかね。大きな神社にあるような木があるじゃないですか。陶器とか。そういうとこに行ってこうやって、交流させてください。ともさん。耳にこうやって近づけたり。昔 NHK かなんかでクスノキおじさんだっけ、なんか大きな、木のおじさんが出てきましたけど、なんか大きなそういった木に、大きなおじいちゃんみたいなエネルギーとかで寄り添うみたいな感じで、立ってしてると気持ちいいですよ。わかるわかんないは関係ないからね。すずさん。はい。すずさんはね、自分の中でね、自分へのジャッジっていうのがちょっとまだあるので、そこにちょっと、ごめんね。ジャッジメントしていいから、しちゃった後にね、うん。した私を許してあげてください。ジャジメントした私をまたジャジメントしちゃいやすいんですね。私も体験者だからよくわかります。でも、ジャジメントした自分を許すようにしてください。あ、私またジャジメントしたよねって。うん、どんまいどんまいです。いいよって。はい。ハウメア、ハウメアさん。なんかあるんだね、今。ハウミヤさんへのメッセージは、なんていうのかな、こうやって大きなアクション、手をバーッと広げるとか、手を大きく回すとか、なんかグワーンって、なんか大きなアクションの運動や呼吸法っていうものが、されるといいですよって言ってきてます。だから、ラジオ体操のなんかこうやって手をくるんと回しながら、みたいな、あんな感じのなんかね、運動をオリジナルで作って、1日3分から5分やるといいよね。みやさん。みやさんはね、本読みましょうって。なんかね、読みたい本あるんじゃないんですか、もしかしたら。
うん、読んでみましょう。ちょっとその読むという時間を自分に提供してあげてください。マホロバさん、ちょっと時間が なくなってきたかな。マホロバさんへのメッセージは、ちょっと待って、ここ一、途中で終わっちゃうかもしれない。そしたらごめんね。マホロバさんへのメッセージはですね、できたらね、全身のマッサージ、いや自分自身がこうやってなぜるだけでもいいですよ。だって頑張ってきた自分の体の細胞一つ一つに、なんか今までありがとうって、そしてこれからもよろしくみたいなね、そういう感じで声かけてあげるといいかな。はい、花江さんへのメッセージは、誰か大事な人と一緒に美味しいものを食べに行ってください。そして自分自身のハートの中にある思いをちゃんと伝えてあげてください。ニコリさんは、ニコリさんへのメッセージですね。なんかね、ウィンドショッピングしてくるといいんじゃないですかって言ってる。ちょっとね、自分が気持ちがこうやって、ゆらゆらするときはね、ウィンドショッピングがいいですよって。キミさんへのメッセージ。キミさんね、キラキラがいいですね。キラキラもん、キラキラもん。なんていうのかな、ビーズだったりとか、今、クリスタルみたいなキラキラするいっぱいあるじゃないですか。ちょっとね、キラキラもんでね、ちょっとキラキラを身につけましょう。そしてそれを目の中に入れてあげましょう。奥田さん、はじめまして。はい、よろしくお願いします。奥田さんはね、とてもね、妖精さんのようなエネルギーも感じるんだけど、なんかお休みの時とかね、そういう時にもし近くでバラ園とかね、お花がいっぱい咲いてるのが見えるとこがあったらいいかもしれない。うん、そういうとこにね、お出かけになることをお勧めします。それと植物とのチャンネルもいいからね、奥田さん、いろんなお花を見たら褒めてあげてください。君きれいに咲いてるね、うん、本当に褒めてあげてください。そうするとね、植物たちはね、奥田さんに褒められるとうふふって言ってね、喜ぶと思います。はい、さしたさん、すねこちゃんどうしたのって聞いてみますね。愛を深めていきますって、うん。タレントのローラさんがルーシー2回見たそうです。なるほどね、天然系ですね。はい、ポンタさんいきます。ポンタさんっていうのかな。はい、ポンタさんはね、マイペースにやってください。うん。誰かのペースに合わせられなくて当然なんです。ポンタさんはポンタさんのリズムとペースがありますから、それを大切にしてあげてくださいね。はい。ベティさんへのメッセージです。ベティさん、ベティさんね、色の感覚っていうキーワードをお渡しします。色。うん。だから例えば自分の小物とか何かの時に、自分の柄じゃなくて色のセンスですね、それにちょっと気をつけていくと面白いか。気をつけるっていうのは気を向けていくということですね。自分自身がどんな色が好きなのかなとか、どんな色の中にいるとこういうふうに感じるなとか、そういうことです。やってみてください。はい、みゆさん、みゆさんへのメッセージは、みゆさんね、そのままでいいと思いますよ、うん、何かがどうじゃなくて、本当に重要なのは自分の中で自分のハートにつながって、平安でいられるようになることだと思うからね。はい、富田香音さん、ゼリー箱、おいしいものがいっぱい、どれを選、どの順番でチョイスして食べるか、ハートを感じながら私が選んでいきます。とても力強いメッセージ、嬉しいです。はい、リアンさん、メッセージありがとうございました。私の中の青空じゃなきゃいけない、エゴちゃんいるのかな、うん、太陽は見えたりしない。今日はね、多分ね、皆さんのより中心に戻りやすくなる、自分の中心を見つけやすいっていうところをお話ししたかもしれないですね。はい、ありがとうございます。高橋さんも、はい、中間さんですね。はい、メッセージ、中間さんね、素敵な音楽をライブで聴く機会を作ってください。うん、なんかね、素敵な音楽をライブで聴こう、生音で聴こうっていうメッセージが来てますね。はい、なんか嬉しいのかな。 K
KKY さん、はい、おはようございます。 KKY さんはね、ちょっと大きな紙を買ってきて、模造紙を買ってきてください。そしてですね、100均で多分模造紙買えるし、100均でなんかいろんな色のこうやってサインペンみたいなの買えるじゃないですか。だから、ね、模造紙にね、いろんなね、もう思いっきり描く、バカみたいに描く、そんな感じありますね。はい、あのよかったら書いてみてください。自分が解放されていくと思います。おかりんさん、書きになりますね。スピード現実って、うん、プラタダンスさんには、あ、まだだったのかな、はい、プラタダンスさんへのメッセージは、あのですね、もしお時間があるならば、旅行に行かれる予定があるならば、あの広島の何だっけ、あそこにある神社、海の中にある、確かありましたよね、厳島神社だ、覚えてないんだけど、あの神社に行かれるといいかもしれない。なんかね、海の近い神社行ってって言ってる。それか、あのこの神社とか、京都の裏側のこの神社とか、なんか旅行、おいしいものを食べたりとか、あの神社のどうのこうのとか、あんまりとらわれなくて本当はいいんだけれども、なんか海辺の神社でに出かけていって、なんかおいしいものを食べながら、その海の幸のを楽しみにしながら、海に近い神社に行って、秋の一日を楽しむ計画を立てたらいかがでしょうかって思います。はい、ありがとうございます。ルカさんへのメッセージはですね、散歩してください。うん。あの、暑い時間じゃなくてね、涼しくなってからでいいけど、朝早朝とかね、夕方気持ちいいですね、今ね。でね、できるだけ手をこうやってね、なんか振りながらお散歩してください。で、その時にね、自分の中で、あの、トトロのね、あの、散歩みたいな歌を歌うとか、なんか心の中で、もちろん声に出して歌っててもいいんだけど、そんな感じでね、あの、散歩を楽しんでください。グリーンピースありがとうございました。心の中にあるものを表現する歌やし、うん、ぜひやってください。そうです、ともちゃんの絵です。リコさん。はい。リコさんはね、あの、フルーツ食べてください。うん。あの、フルーツを体が食べるように、リンゴとか梨とかみかんとか美味しい季節です。フルーツを食べてみてください。で、フルーツのね、食べてね、そのジュースがこうやって喉を元をこうやって過ぎていくのを、ちょっとね、あの、パクパクって食べるんじゃなくて、梨なんかも、うわ、ジューシーって言って、喉にうんとこうやって通りますよ。そこに意識をふって向けると、これね、実はね、エネルギーワークになります。面白いでしょ？やってみてください。フルーツの香りも大事です。はい。うん。いっぱいいっぱい受け取ってくださいね。はい。花さん。うん。うん。あ、そうなんだ。あるんだよね。案外ね、ないと思った人がありすぎるからね、ないような体験になってたりするんだよ。クラマさん、うん、お話ししてくださいね。ミカさん、はい。ミスティさん、いいですよ。ミスティさんはね、そうだな、そうだな、じゃなくて、うん、父と触れ合うって感じがきますね。手がこうやって泥に濡れる感じ。だから陶芸でもいいかもしれないし、さつまいも掘りでもいいかもしれないし、園芸でもいいかもしれないですね。土のエネルギーが今必要みたいです。ですから土と戯れてください。なんかこうやって土を手につけるような何かですね。はい、やってみてください。そうだね、面白かったね。うん、ザドキさん、豊作とか夢中になって空っぽになって大好きです。うん、あ、やっぱりそうですよね。やってね、大地のエネルギーいっぱい吸ってくださいね。桃色さんもさん、うん、みちるさん、いいですよ。ベトナムにいるの？
大丈夫さ。よくわかんない。大丈夫さんがベトナムにいるの？山見れる時でよくて、別にベトナムで山がない時の話じゃないので。みちるさんに対してのメッセージはですね、ご自身のね、身辺の机とかベッド周りとか、そういったところを一旦ちょっと模様替えするか、本当に自分が納得されるような、ちょっと今まで不都合だなと思ってたものを解消してあげるとか、結構ね、私も最近買ったんですけど、机とかね、テーブルとかね、リサイクル屋さんに行くとね、結構素敵なのが安くてあったりするの。だから、なんかそういったものでもいいし、ちょっとテーブルにクロスかけるとかね、なんかね、自分自身の身の回りの模様替えとお掃除をおすすめします。大丈夫だよさ、なんでベトナムなんだろうね、よくわかんない。ベトナム行かなくたってね、東京にいる時の話でもいいんだけどね。はい、まあいいや。村松さん、はい、どうも。こんにちは。メッセージです。村松さんね、なんていうのかな。美味しいもの食べてって言ってる。誰かお友達と、家族と、なんか美味しい、お家で食べるんじゃなくて、ちょっと外食の形で、なんか、美味しいものを食べられると、時間を作るといいみたい。で、お友達と美味しいものを食べるといいみたい。なんか、そんな時間が、どれだけ与えても今必要ですよって言ってるので、やってみてください。稲垣さん、はい。今朝、体さんに声を話しかけていたところでした。ああ、なるほど。はい、やってみてください。ひかるさん、はい。心配だったんだね。なんか心配しなくていいよって言ってますので、堂々と生きてください。ワーママさん。はい、メッセージいいですよ。ワーママさんね。ワーママさんね、わがまって言いながらね、でもね、時々ね、裏の方ではまだまだ我慢してたものいっぱいあるんですよね。あ、私間違えた。11月のです、ワーママさんね、許してあげてください。本当に全部のどうしようもなかった自分や、こんな懺悔もできないほど相手を傷つけたかもしれない自分ってね、みんな持ってんだよね。でもそういう本当に、もう大丈夫って言いながら、まだでも、なんていうの、奥の何度の何度の奥のね、下の方にね、しまい込んである自分すらも、ちゃんと一人ずつを抱きしめてあげるといいですよね。あ、宮田さん、11月23日ですよって書いてある。私、日間違えて言ったかも、ごめんね。海さん、いいですよ。海さんへのメッセージは、なんていうのかな。自分がしでかしてしまったことへの懺悔は必要ないけども、自分を傷つけてしまったり、自分に対して不信感を持ってしまった私自身への懺悔をしてください。自分信じれなくてごめんねとか、こんなにいじめててごめんねとか、もうこんなにいじめ、絶対もう二度といじめないからねとか、なんかそんな感じ。そうするとなんかいいみたい。このワークね、結構ね、感情うわーって、ある程度言ってると、ちょっとして、バーンって出てくるので、お風呂場でシャワー浴びながらやった方がいいかもしれないという感じ。どっかの喫茶店でやらない方がいいからね。時々、もう抑えきれない衝動で、うわーってなって声出したくなるから、周りの人がなんだなんだってこういう形になるの、お家でやってください。ごめんって徹底的に謝って、自分をいじめたことを許してっていう余白で、やってみるといい。プリンさん、バンコちゃんずれいいね。はい。
宮田さん、楽しみにしてますね、モンさん。はい。うん。なんかね、美味しいものはね、美味しいぐらいの体にね、いいかなと思います。みどりさん、お久しぶりに以前いただいたメッセージで、気の流れている空間にいることですが、空気の入れ替え、断捨離、お掃除に続き、最近、ミューアが、あ、ミューアって知ってます、知ってます。うん。いいですね。今も部屋の掃除をしながら見ています。はい、みどりさんですね。素敵ですね。ね、自分を心地よくすればするほどね、どん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 ね、自分に与えてるものですよね。で、自分の外側はね、どん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 気を流していくんですけどね、自分に対してはどん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 甘えん坊にさせてあげてください。わがまま言いっぱなしの私を許してあげてください。はい、トーマさん、豆馬さん。いいですよ、まだ。豆馬さんへのメッセージは、なんていうのかな、あるべき姿にとらわれないでください。なんかこうあるべきとかいうのに、ビジョンも大事だし、夢を描くこともすごく大事なんだけど、最終目的にとらわれなくても、人生の旅ってその途中経過のとこが案外とてもおいしいエッセンスだと思うんですね。よかったらやってみて、そこの最終目的だけにとらわれずに、経過的にいる今っていうのを楽しんでください。だだちばさん、はい、自分のための時間をゆっくり過ごすことを忘れてました。おいしい紅茶とクッキー、探しの旅、始めてみます。うん。ねえ、嬉しい発見ありそうなって。お菓子を自分のためにってなかなかしてないです。子供たちのためにね。うん、そうなんだよね。私もお菓子好きなんだけど、なんか子供口実でって言うけど、でもやっぱり自分のためにっていうね、特別な時間っていうのが与えることでね、自分の自我がね、本当にいい子になってくるって言ったら変だけど、面倒見れる私になってくるんですね。ノアさん、メッセージありがとうございます。力を抜くと知らず知らずに頑張って気負ってた自分に気づけました。うん、そう、力抜いて力抜いてね、みんないろいろだからね。はい、ありがとうございます。皆さんね、それぞれのメッセージ、ね、相手も知らないのにさ、適当なことで任せ吹いてね、よくやってるよね、ゆっこさんとか言いながら、でもいいんだ、私の中の世界にいるこのチャットの名前の皆さんのエネルギーを感じながらお伝えさせていただきましたからね、ピンとこなかったなって言ったら、私とチャンネル合ってないと、それだけの話で、それぞれの皆さんのね、素敵なチャンネルを信頼してください。はい、シルバさん、ありがとうございます。ズバリ割れてしまいました。私だって苦手なんだから大丈夫ですよ。ベティさん、表演、ゆっこさんで3人目です。いろいろ言われたの。いろんな勉強してみようって、してみたらいいって。だから自分が主張してんだよ。言って言ってた相手に言わせてんだよ。言わせてる本人だよ、ベティさん。はい。うん。うん。どこでもいいの。あんまり考えてなくて。あ、伊勢神宮、海の近くの神社がいいからね。とにかくいいと思いますよ。で、美味しいお魚料理食べることですからね。神社目的のお料理美味しいとか、そういうのがいいですね。はい。どこさん。そっか。よかったね。お料理だよね。うん。面白いね。みんなそれぞれのなんか世界でいいんだよね。って。ハッツ&タマさん。ハッツとタマ。ハッツとタマですか。ハッツ&タマさんね、本音言ってないです。お互いが。ハッツ&タマで来たので言います。今日、1時間、腹の底からの本音トークをしてください。これだけ。
わーママさん、鎖、私は許されてもいいのですか？いやいや、もっと律しなければいけません。いや、許してください。許されてください。私が私を許さない限り、ワンママには本当の意味での本当のありのままにならない。本当にどんな惨めな私でも、どんな不愉快な私でも、どんな他人に迷惑をかけた私であったとしても、その私を許してください。初&タマさんの方が大変かも。本音トークバトル大会やってみてください。本音で泣きながらとかね、いいね。はい、村松さん、はい、ワンダムに行ってきてくださいね。え、あ、10時超えです。はい、時計くん、ありがとうございます。ということで、今日も皆様ありがとうございました。久々にね、メッセージをお伝えさせていただきましたけども、本当に私の中の世界だからね。そして共同創造者っていうか、こうやって重なっている部分でね、スピリチュアルテレビっていう部分で皆さんとかって重なってるんだと思うんですよね。でもこうやって皆さんがね、視聴してくださってすごい幸せです。嬉しいです。ありがとうございます。でもしよかったら、いらっしゃりたい方いたらね、一回ホームページの方をご覧になってみてください。風のサロンですけどね、宮田さんのライブがね、11月の23日にあるでしょ。それからね、まだ9月、10月はね、福井強樹さんのライブがね、福井強樹さんと、ジミーさんって言ってサントゥールのね、ジミーさんのライブが23日の夜に浜名湖であります。福井強樹さんのね、忍ぶえをね、浜名湖畔の風で流された音を聞いたりするのだ。そう、うん、ね、なんていうのかな、もうこれ、そうそう、もう自分にはないんだって言ってね、時々こうやって蓋してると、なんかやっぱりどっかで違和感出てきたりするのでね、どんどん幸せにすることにはね、ただね、それを執着で、まだダメ、まだダメのエネルギーじゃなくて、もっと与えたい、もっと嬉しくさせてあげよう、もっと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 って、なんか、したらいいですよね。わかんないってわざと、うん、もっともっとあるんだよ。お互いが愛してるっていうのを伝え合ったかなってことですね。ハッツ&タマさん、お互いが本当に大好きだって伝えてる、愛してるよって、生まれた時こんなに嬉しかったんだよって伝えてるね。いろいろあるよね。全部私だってできてるわけじゃないしさ。ただチャネリングって言われたからメッセージ伝えただけだから、私が 100% できてるわけじゃないからね、誤解しないでください。私は私の目の前に現れた中で私を理解してやってる、そんな感じですね、うん、本当にハートってね、なんかやっぱり思うんだよね。うん。肌紅茶だってもいいけど、私は、ハートや母性だったり、ハートの、だって振動とか、大切にしたいなって思います。だから自分を愛すると世界が平和になるって、キリさん書いてらっしゃって、そうだよな。自分を愛すると自分のハートがね、こうやって、なんていうのかな、振動し始めるよね。うん。そんな感じがします。その振動こそが、うん、いろんな人とのコミュニケーションをつないでったりとか、自分自身とのコミュニケーションをつないでったりとか、自然とのコミュニケーションをつないでったりとか、宇宙とのコミュニケーションをつないでったりとかするんじゃないかなって、ここの感覚だよねって。今例えば目の前でどんなものが展開してたとしても、でもここなんだよね、大切に したいのはねって私は思っています。はい、今日も皆さんね、2時間20分
お付き合いくださいました。ありがとうございました。では、また来週でいいのかな。はい、失礼いたします。はい、ティディさんありがとうございました。はい。今日のタイトル何にしよう。オカリンさん、何にしよう。ね。ありがとうございます。皆さん、見てくださって。うん、自分に優しくなると人に優しくなれるよね。ああ、素晴らしい。さすが、さすが。ちょっと待って。これコピーしよう。ピピピ。いいよ。コピー。よし。ありがとうございます。はい。なんか自分に優しくしたら人も、うん。人からも優しくされるよね、本当に。うん。そう思う。うん。すべては私からでどうですか。いいね。そうだよね。すべては私からだよね。うん。うん、久々におやつ買ってこよう。私はね、終わったらね、昨日ね、皆さんにも提供したんだけど、でもスイカが余ってんの。冷蔵庫の中にスイカがいるからね、スイカに、地球の雫っていうね、太陽が四極化してから、もうシャークベイの天日干しのお塩があって、すごく美味しいお塩があって、それをかけて食べちゃいます。スイカ食べます。皆さんありがとうございました。週末楽しく過ごしてくださいね。高橋さんのね、ジャムね、今朝いただきましたよ。本当に美味しい。美味しいって。それと、スピリチュアルテレビは、皆さんのね、寄付で成り立ってます。よろしかったら、ティディさんの方にですね、寄付の方をお送りしてあげてください。そしてね、またティディさんはね、素晴らしい番組をね、作ることができると思います。皆さんよろしくお願いします。青ぽちゃん、ぽちもね、ランキング2位になってきましたので、よろしくお願いします。うん。なんか秋いいですねって感じがします。ティディさん。ありがとうございました。ティディさん。ティディさん、ありがとうございます。あ、ティディさん出てきました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、切っちゃいますね。はい。